まあ今回の件で、えー、弁護士費用ね、えー、平塚君が医師会に不法侵入したとされる容疑で逮捕された時に中根さんという方と前橋由里さんが、えー、200万円を募っていた件のこの金の流れとかがもうひ,みひも付いちゃってますよ、えー、でそれは前橋由里さんは茂原市の選挙に国民主権党の公認候補と して出た時に紐づきましたただその紐づいた時に前橋ゆりさんはこの平塚くんの医師会不法侵入容疑逮捕による200万円の弁護士費用というのは YouTube 上で募ってはいるけど口座は自分の口座を差し出してないわけねでもその時に口座を差し出していたのが中根さんという方で例えば平塚くんがそんなの知らねえよっつったら、えー、中根さんが この件に関しては、中根さんとか前橋ゆ里さんが関わってくるかもしれないけれども、ひもづく、だから平塚君とのひもづきがなかったんだけど、国民主権党の,その代表者である平塚君が、この中根さんという人を、これ、公認した今回、公職の候補者、要は政治家になろうとする人として、団体が、 認めたということは、この瞬間に金の流れがひもづきますよと。でだから、中根さんがも何,か何らかのもので捜査されたときに、その金の流れがを見られますと、えー、捜査機関側から見られたときに、この金の流れがひもづいて、団体側の,その、ね、会計帳簿とかそういうものに不備があった場合には、全一も打尽ですよと。 ね、ヘタレの動画っていうのは私は、あのまあ、私の動画見てないとは思いますけど、ヘタレですよってちょっと挑発で、えー、そのへたれに乗って中根さんのことを無所属じゃなくて、あの公認しちゃった瞬間にこの200万とか特にひもづきますよっていうふうに思ってたわけ、その昨日の動画作る前にね。だから これ、あ、公認しちゃったんだねとあ、ということはもう、もう逃れられませんよ、これ、国民主権党の平塚君もそうだし、前橋ゆりさんもそうだし、中根さんもそうだし、さらに会計責任者、会計責任者の補佐、だから最大5名ね、ミニマム、ミニマム多分3名、だから全員があの会計責任者の補佐とか会計責任者に、この2人が、前橋ゆりさんとか中根さんが入ってる可能性があるから、ミニマム3人、最大5名。 これがいってらっしゃいになるかもしれませんという動画です本日2021年の6月12日土曜日平塚雅之が東,東京都議選杉並区の国民主権等公認として中根順を認めたことにより政治資金規制法上禁止している個人への金銭的寄付例えば前橋有利の支援金等閉じ を団体として間接的に認めた3人目ととなるというタイトルでお送りします中根淳さんっていうのを読むのかあもうちょっとわからないしちょっと名前間違ってたらすみません読み方ねあと都議選の杉並区に対するその公認されましたという記者会見動画が削除されてたんでこれがフェイクかもしれません、えー、もし仮にということにしましょう仮に、えー、東京都議選 選の杉並区選挙区から、えー、国民主権党の公認として、えー、中根さんが出るということが、えー、を平塚君がまあ認,認めて、えー、出たらまだあのこう、えー、告知とかされてないでしょだからこれ出たとするならばもう完全に紐づくわけです国民主権党という団体に紐づ付きますでこの中根さんが一番やばいのは金,金的にね金的にやばいのは <laughs> 平塚くんの医師会不法侵入容疑逮捕の時に、自分の口座を、個人の口座を出して、そして200万募ってたわけ。その名目が弁護士費用という名目で募ってて、そしてその募ってて、今100万ぐらい集まってますって言っちゃってます。ゲロっちゃってますよね。まあ、その動画全部削除されてると思いますけどね。で、えー、100万円ぐらい集まってます。そしてな、それから1週間とか2週間とか結構経ってから、平塚君が出てきてから、えー、こう言ったんですよね。 政治団体に残りはやりますみたいなことを言ったわけです。ということは、政治団体のその会計帳簿上に何らかの紐付けがされていると思われるわけね。ねだから、弁護士費用200万で集めたやつを、えー、弁護士費用に使わないで、国民主権党という政治団体が政治活動に使ってるということでしょ、それっていうのは。 今後、その紐付けの捜査されたときに今までは例えば国民主権党のその会計責任者とか会計責任者の補佐がいや、中根さんという人が遠いんですけれども勝手にやったことですよみたいな平塚君の医師会不法侵入容疑の逮捕のときに自分の口座を出してね勝手に200万円を募ったんですよって切り離したら団体から切り離せ。 かもしれないだけどもはやそこで金のつながりが疑われてる人を、えー、今公認したってことでしょ平塚君がね公の場でね公認したというふうに えーまあまあ、またこれも撤回するかもしれないけどね、だから選挙まだ始まってないから、多分でも面倒くさいから、分そのまま行くと思うよ、多分そのまま行ったとした場合に、えー、確実に中根さんがもし何らかの捜査を受けたときには、国民主権党のその会計責任者、会計責任者の補佐、代表、すべて紐づきます。 で前橋ゆ里さんの時も、前橋ゆ里さんを200万円募ってましたから、だからあつながるんですけど、前橋ゆ里さんの口座じゃないから、確か弁護士費用200万募っている時は、中根さんの口座なんです。中根さんの口座に一旦入れてくださいみたいな、確か言い方をしてたはずなんですよね。だから、この弁護士費用の200万の件、えー、に関しては、ちょっと紐付きが弱かったわけ。 では今回、中根さんと団体が密接に関係してるよっていうことを、この場で都庁で会見したことにより、これがはっきりしたってことでしょ、だから、今後に期待します。